石川博貴君おはようごござざいいまますす公明党参議院の石川博貴でございますえ今日は、旧姓の通称使用、特に女性弁護士の方々がえ用いておられる職務上の使命についてお伺いをさせていただきたいと思います。男女共同参画は国際社会で共有された規範であるとともに、日本政府としても重要かつ確固たる方針とされております。 政府は女性の活躍を推進するために、さまざまな取り組みを行っており、我々公明党としても積極的に協力しながら、共に取り組んでまいりました。そうした取り組みの一つとして、救世の通商使用の拡大がございまして、現在ではマイナンバーカードやパスポートなど、公的な身分証明書にも広く、世兵器が認められるようになってきたところでございます。 まあ結婚後も旧姓を使いたいという女性の活躍をより一層推し進めるためには、あの公明党としては選択的夫婦別姓制度を導入すべきと考えておりますけれども、えー、その実現まではまずはこの通称使用、拡充をしていかなければならな,いならないというふうに考えております。弁護士の方々は、えー、など 上上ののの以外の氏名を職務上の氏名として弁護士の職務を行うにあたり使用することができます、えー、弁護士が職務上複数の氏名を使い分けたり、複数の氏名が併存したりすることは、関係者の混乱を招くことから、市民の信頼を保護するという観点からも、職務上の氏名は官報に広告されて、弁護士名簿にも記載されておりまして、この職務上の氏名こそが弁護士の方々の名前というふうに言えます。 2021年4月現在では、日弁連の女性会員の中で、約4割の方が職務上の氏名を利用されておられます。ところが、この弁護士業務の中でも、この,職務,の職務上の氏名の使用が大変困難な場面が多数ありまして、それが大きな負担になっているとともに、混乱を招くことにもなっておりますので、今日はその具体的な事例について、順にお伺いをしたいというふうに思います。まず、青年貢献制度についてお伺いをしたいと思います。 成年後見人に選任された場合、成年後見人の氏名および住所が登記されることになりますが、その氏名については、戸籍上の氏名のみが記載されることとなっております。しかし、えー、弁護士の方がこの後見人になる場合、えー、使用するのは職務上の氏名をまあ普段使用しているわけでございまして、この弁護士としての氏名は戸籍上の氏名ではなく、職務上の氏名でございます。 対外的な職務遂行に支障をきたすことも多いというふうにお聞きをしておりますそこでこの青年後見人の使命の登記に当たって例えば弁護士の方々のように官報で報告されるなど職務上の使命が公に認められていてその職務上の使命によって明確に本人を特定できる専門職が第三者後継人となる場合にはそういった専門職である旨,旨を追記した上で職務上の使命を追 使えるようにするといった対応が必要ではないかと考えますけれども、この点、法務省、いかがでしょうか法務省、金子民事局長。お答えいたします、成年後見人等に関する登記事項は、氏名または名称および住所と定められており、えー、ここでいう氏名とは戸籍上の氏名をいうと返されております。青年後見人等に関する登記事項は 成年、非後見人等と契約関係にある第三者や契約をしようとする第三者が、成年後見人等が誰であるかということを正確に認識するために必要な記載であり、適切に公示される必要がございます。成年後見人等について専門職である旨、および職務上の氏名を登記することにつきましては、法改正の要否の整理、他の登記などの交渉制度との整合、 弁護士を辞めたが、成年後見人等であり続ける場合などにおいて、人の同一性を担保するための方法の検討、システム改修についての検討、関係機関等との調整といった課題を解決するとともに、専門職ではない成年後見人等の救世使用の可否についても検討する必要があると考えられます。他方、委員ご指摘のとおり、弁護士の職務上の使命など、救世使用の拡大についての取り組みは十分考慮する必要があると考えておりまして、 こうした課題を含めて検討した上で、適切に対応してまいりたいと考えております石川博貴君、はい。ありがとうございます。まあ、さまざまな課題はあるけれども、しっかり進めていただくという答弁かと認識をいたしました。また、あのこの点、公、え、権、ー、制度の住所についても併せてお伺いをしたいと思います。 あの法定貢献制度においては、貢献人が弁護士や司法書士の場合には、事務所の所在地がえー審判所に記載されて、登記がなされる運用が定着しておりますけれども、任意貢献制度については、任意貢献契約が締結された場合、交渉人からの嘱託によって、任意貢献受任者の氏名および住所が登記されることになりますが、この際、住所については民事局長追達によって、住民票の写しを提出させてえ確認するものとさ,せてえされております。 おりますしたがってこの任意貢献制度においては弁護士などの専門職が業務としてえ締結した場合にあっても業務の本拠である事務所の所在地を登記することはできず自宅が住所としてえご自宅が住所として登記されることになりますこうしてご自宅が住所として登記されることによって重要な書類が業務と関係ない自宅に送付されてくることもあると聞きますしまたえーケースによっては関係者との間で紛争が生じたりあるいは関係者 からの業務妨害行為が想定されるる場合もあるという,ふうにおお聞きをしております、えー、法務省にお聞きをしますが、この任意貢献制度においても、まあ、弁護士等の専門職がその業務として任意貢献契約を締結する場合には、所属団体等の証明書等で確認して、業務の本拠である事務所の所在地を住所として登記できるようにすべきと思いますけれども、いかがでしょうか。金子民事局長 と先ほどご答弁しましたとおり、成年後見人等に関する登記事項は、氏名または名称および住所と定められております。それで、あのここでいう住所とは、生活の本拠とされていることから、住民票上の住所を確認する運用をしているところでございます。先生ご指摘のとおりでございます。成年後見人等に関する登記事項は適切に公示される必要があるところ、専門職の任意後見受任者についての、ついて事務所の所在地を住所として登記することについては、 住所の概念に影響を及ぼすものであり、先ほどと同様の課題を解決する必要があると考えられます。他方、委員ご指摘のとおり、任意貢献受任者の自宅が登記されることによるリスクがあるという点は、十分考慮する必要があると考えておりまして、こうした課題を含めて検討した上で、適切に対応してまいりたいと考えております石川弘貴君。 この点もぜひ併せて検討を進めてていいいいたただきたいとういうふうに思います、えー、併せて、えー、未成年後見についてもお伺いをしたいと思います。えー、未成年後見は成年後見と異なって、登記ではなく、えー、非後見人の戸籍への記載で、えー、公示されることとなります。まあ、この場合、えー、後見人になった弁護士の戸籍上の氏名のみならず、えー、本籍地、また後見人である弁護士の戸籍筆頭者、まあ、つまり配偶者の方、あるいは親の氏名までが、まあ、記載されることになりまして、えー、就任する際、 大大変心理的な抵抗が大きいという,ふうにおお聞きをしておりますとりわけ、未成年後見人に対して、攻撃的な行動が、あ失礼しました、親権を創失させられた親が生存している場合には、後見人に対する攻撃的な行動が起こる可能性もございますし、自宅住所や家族関係は取得しなければ危険であるというふうに感じる弁護士の方も多いそうでございます。 えー、日弁連が会員を対象に行ったアンケート調査でも、戸籍への記載を理由に、未成年後見の受任を控えているという回答が大変多いということも、えー、寄せられたそうでございます。えー、このとおり、成年後見、任意後見の登記のみならず、未成年後見の戸籍への記載においても、職務上の氏名、また職務上の事務所の所在地を記載できるようにすべきと考えますけれども、いかかがでしょうか金子民事局長。 未成年後見人が就任した場合、未成年者の戸籍に未成年後見人の氏名、未成年後見人の本籍、未成年後見人の戸籍の筆頭者等を、えー、記載しているところでございます。未成年後見人に関する戸籍の記載項目は、現在の未成年後見人を正確に認識するために必要な記載であり、当該個人を特定するにあたっては、同じ戸籍制度において交渉されている本籍等の情報によって、 探索が行えることが戸籍制度の趣旨に沿うものと考えているところでございます職務上の氏名や事務所の所在地を戸籍の記載事項とする見直しを行うことにつきましては先ほどと同様の課題を解決する必要があると考えられますもっも委員ご指摘の点については交渉あの承知しているところでございますいずれにしましてもこうした課題を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております 石川博貴君次に遺言の作成、執行についてもお伺いをしたいと思います。 公正証書遺言の作成や遺言執行者として不動産売却を行う場面では、公証人や登記上の手続きで、遺言執行者となる弁護士の職務上の氏名の使用が認められず、戸籍上の氏名での手続きを求められる事例が少なくないというふうにお聞きをしております。まあ、このような公正証書遺言の作成、あるいは不動産登記申請の場面でも、遺言執行者である弁護士は、職務上の氏名の使用が認められるように、公証人連合会等に要請を行うなど、運用改善を図ってはいかが。 かと思いいまますすけれどもかかがでししょうか金子民事局長お答えします公正証書遺言に遺言執行者の氏名を記載するにあたっては、遺言執行者が遺言の内容を実現する手続きを行う際に支障が生じないようにする必要があり、遺言執行者の氏名として職務上の氏名を使用することは認めない取り扱いがあるものと承知しております。 また、遺言執行者である弁護士が遺産である不動産の売却を行うにあたっては、当該弁護士が登記義務者となって不動産登記申請を行うことになりますが、この場合にも、登記実務上、当該弁護士の職務上の使命を使用することは認められないところでございます。認められていないところでございます。もっとも政府全体として、救世使用の拡大について取り組みが進められている中で、 法務省としましても、その取り組み状況を見つつ、救世支援の拡大に向けて必要な検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。ご指摘の公正証書遺言や不動産登記における遺言執行者の氏名に、弁護士の職務上の氏名を用いることにつきましても、関係団体と意見交換をするなど、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。石川博貴君。 はい、もしっかり検討を進めていただきたいいと思います今日は金融庁に聞いていただいております、あの銀行口座の開設についてお伺いをしたいと思います。えー、女性弁護士の方があの銀行で口座開設をする際に、まあ、職務上の氏名を拒否されて、まあ、戸籍上の氏名のみでしか受け付けられないといったケースが、えー、多発しているというふうにお聞きをしております。まあ、金融庁からはすでに全銀行に対して、旧制による口座開設が行えるように協力依頼を発出しているというふうに承知をしておりますけれども、 実際、対応できていない金融機関があるという状況でございまして、特にこの弁護士のように本人を特定できる場合には、職務上の氏名の使用を認めていけるように、さらなる働きかけが必要かと思いますけれども、金融庁、いかがでしょうか金融庁総合政策局、堀本審議官。お答え申し上げますあの 既にご指摘のとおりです、ね、旧姓名義についてですけれども、金融庁としても、えー、内閣府と連携しつつ、えー、業界団体に対して、えー、旧姓名義による銀行口座の開設等に関する要請を行ってきたところでございます。また、あのえー、職務上の氏名による口座開設についてもです、ね、これはあの日本弁護士連合会からの要請を受けまして、業界団体に対して法令上、特段差し支えないものでありまして。 適切に対応すするよう要請文を発出しておりますこれらの要請を踏まえまして、金融機関の対応状況についてですけれども、あの現在、金融庁で把握しているところではです、ね、銀行においてはおおむね7割程度がです、ね、旧、え、姓、ー、名義による口座開設に対応しているということでございまして、一方で、小規模な金融機関においては、まだ対応が困難な状況にあるものだと、こういうふうに承知をしております。 でこの一部の金融機関が未対応である理由としては、ですね大幅なシステム改修を適切に実施する必要があることや、ですねあるいはあの反収法に基づく口座開設時の本人確認などのですねマネロン対策への懸念が生じること等が挙げられると承知しております。でこうしたあの状況を踏まえまして、金融庁としては、ですねでに申し上げましたあのシステム改修の必要性や、ですね 適切なマネー対応といったですね、金融機関の適切な業務運営に与える影響にも留意しつつではありますけれども、えー、女性活躍および男女共同参画社会の実現を推進する観点から、ですね、各金融機関の取り組みを一層促進することが重要であると、このように考えております。でこのため、ですね、引き続き金融機関の対応状況の把握に努めまして、必要に応じてより一層ですね、前向きな対応を要請するといったことやですね、 あるいはすでに対応している金融機関のです、ね、えー、先ほど申しましたシステムやマネロン等のです、ね、取り組み事例についてです、ね、業界団体からです、ねえー、共有をすると、まあ、そういったことを行うという形で,です、ね、未対応の金融機関のです、ね、今後の具体的な取り組み、これを後押しするといったようなことをです、ね、対応を進めていきたいというふ石川宏孝君。 しっかりと進めていただければというふうに思いますもう一つあの今日は最高裁判所にもお越しいただいておりますけれども口座に関連して調停委員等に就任される弁護士の方々の扱いについてお伺いをしたいと思います調停委員等に任命にあたっては事例において担当した事件の調停聴取を 失礼します任命にあたっての事例についても、担当した事件の調停調書についても、まあ、職務上の氏名が、えー、期待される運用となっていると承知をしておりますけれども、この調停委員等への報酬についてはあの、職務上の氏名で任命された場合であっても、戸籍上の氏名で、えー、口座がないと振り込めないというふうに言われた事例があるというふうにお聞きをしております。えー、この点についてあの、対応されているとも伺っておりますけれども、えー、最高裁判所の見解をお聞きをしたいと思います。 最高裁判所事務総局、小野寺総務局長ご。ご指摘いただきましたとおり、裁判所におきましても、令和3年8月に、職員の救世使用に関する通達を改正し、調停委員等を含め、救世を使用する職員について、救世名義の銀行口座に給与を振り込むことができるようにしたところでございます。 この改正につきましては、下級債の事務担当者や職員に対し、周知をしたところでございますけれども、本日、委員からご指摘をいただきました、ご指摘も踏まえつつ、今後とも事務担当者等への周知を徹底し、適切な運用がなされるよう努めてまいりたいと考えております石川弘孝君。はいありがとうございました。 あの以上、あのル,ル、えール、ご指摘をさせていただきましたけれども、まあ、政府全体として、えー、男女共同参画を進める中で、この旧制の、えー、通称使用をあの、進めていただいておりますけれども、まあ、現場ではなかなかまだまだあのいのていないところが、えー、ございます。特に、まあ、今回あの、弁護士の例をあの取り上げて、まあ、職務上の使命という点を、えー、強調させていただきましたけれども、さまざまな場面で、えー、できていないということについては、さらなる検討を進めていただきたいというふうに思い この点、最後に大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、今のような状況を踏まえて、結婚後も旧姓を使いたいという女性の活躍をより一層推し進めていくために、夫婦の氏について所管している法務省において、内閣府、また各省庁、関係団体とも連携しながら、取り組みを図っていただきたいというふうに思いますけれども、法務大臣のご所見をいただきたいというふうに思います古川法務大臣。 政府といたしましては、これまでも、旧姓の通称仕様の拡大に取り組んできたところでございます。えー、また、マイナンバーカード等についてもです、ね、令和元年から旧姓の併記が可能となったものと承知をいたしております。令和2年に閣議決定されました男女共同参画基本計画におきましても、旧姓の通称仕様の拡大や、その周知について、 引き続き取り組むこととされております法務省といたしましても結婚して氏を変えた方が不便さや不利益を感じることのないよう旧姓の通称使用の拡大について引き続き必要な協力をしてまいりたいと考えております石川博隆君はい、ありがとうございましたあの以上で終わらせていただきます 合高野